はい、皆さんこんにちは。こんにちは。Meet the Experts オートデスクウェビナーへようこそ。はい。私ですね、オートデスクでマーケティングを担当しております一ノ瀬と申します。はい、同じくオートデスクで、営業担当してます新と申します。よろしくお願いします。今日もですね、素敵なゲストをお迎えしておりますね。そうですね。デジタルメディアラボのお二人です。大きな拍手でお迎えください。どうも。こんにちは。はい、はい、今日じゃあデジタルメディアラボさんの方で、ウェビナーをお願いするということで、はい、で今日内容はそうですね、ねタイトルにも副題にも入れたんですけど、うん、エリアジャパンという我々のオートデスクのウェブサイトですね、そちらでコラムを、書いていただいてます、うん、デジタルメディアラボの皆さんですね、その中のですね、エフェクト編にご覧いただいた、はいはいはい、書いていただいている近藤さんをメインですね、あと佐藤さんも、今回来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは簡単に自己紹介を。はい、デジタルメディアラボで、チーフですけれども、基本、デザイナーディレクターやっております、佐藤と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ次、じゃあ近藤さん、はい、お願いします。はい、同じくデジタルメディアラボでエフェクトを担当してます近藤と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日はエフェクトっていうことで、近藤さん自体が、はい、エリアジャパンの方で、はい、第7回、8回でしたっけ。そうですね。もうね、いろはにほへとも来てみればもう第9回ぐらいまで行ってるんですよ。9回まで来てます ね。最初6回ってお約束だったんでだからどんどん伸ばしていただいてこれ何が起きてるんだと本当にね、我々も予想外 のことでね。そうですね。本当は基本的に、エリアジャパンのコラムって、大体一月1回ずつ、連載していただいていて、はい、で、一つのコンテンツ大体6回分ぐらい、うん、半年分ぐらいちょっと連載お願いしますと、はい、いう形で始まって、当然御社ともそういう話だったんですけど、なんか意外や意外、そう、意外と現場の方も盛り上がってますどんな感じなんですか。実はこのイルハニホエットは DML の方も一人で書いてるってわけではなくて、いろんな方が、はい、いろんなデザイナーさんが書いていただいてるような形になって、バラエティもすごい飛んでいて、で、もともと企画自体はやっぱりオートデスク自体が CG っていうのがだいぶ新しい人たちが使う部分かなり増えてきてまして、はい、そこでちょっとなんかそういう人たちのために、そうです、ね、老舗の DML さんになんかお願いできないかというところからちょっと始まったような企画なんですけども、そうですね、はい、その中で、最初6回っていうお話だったんですけど、はい、こうなんか増えてるだけって何かあるんですか。いや、例えばどういう意味で近藤さんまでこう辿り着いたとかね。そうですね、元からですね、僕いろいろエフェクトの勉強というか、はい、してまして、うん、でなんかその中でいろいろとこう自分でこう、はい、方法論模索しながらやってるんですけど、それでちょっと上司の方が、はい、そういうふうにいっぱい自分で練習とかしてるんだったら、うん、今ウェビナーっていうのが、あ、ウェビナーじゃない、コラム、あ、コラムですね、コラムです、これはウェビナーですけどねすごい緊張してるんで、コラムやってるんで、近藤君書いてみないかっていうふうに言われて、あ、そうですね、はい、そうですね、でちょっと時間があったんで、やってみようってことで、はい、人材豊富ですよね、いろいろ出てくるんで、ね、最初ね、モーションから、そうそう、最初はモーションですよね、アニメーション、モーション、そう、この回もね、本当最初の回も、いや、本当ね、これすごい良くて、本当パラエディ飛んでるんで、機能のやつもあったよね、ソフトイマージュからマヤとかマックスとかね、あれも結構アクセス高かった感じがあるんですよね、モキャップも当然ありますし。でただね、やっぱその中でも、今回ちょっと近藤さんにお願いしたのは、エフェクトはやっぱりなんか CG 業界で意外となかなかこう、なんですかね、見れる機会がないって言ったらちょっとあれですけど、アクセスがもうとにかくちょっと良かったんですよ。ちょっとじゃないね、かなり良かった。いや、それがすごい、僕も、僕が一番驚いてるぐらい、あれをまさかこんなになんか人気があるなんてと思ったんで、結構業界内だとこうエフェクトの人材がちょっとね少ないとかいないとかっていうの結構あるので、やっぱそこともちょっとリンクしてるのかなと思いつつ、そうですね、なかなか初心者で初めからエフェクトやろうって方も少ないですし、そうですよね。そんな形で今回のウェビナーも、実際にコラムでは書いていただいてるんですけど、やっぱここだと限りもあるので、実際にちょっと手を動かしていただきながら、どんな感じになってるかっていうのを今日ね、
見させていただければと思ってはいるんですけど、はい、まあちょっとコラムの方から入っちゃったんですけど、うん、最初デジタルメディアラボさん、まあ僕なんかはもう本当老舗なんでみんな知ってるんだろうなとは思うんですけど、まあ新しい人たちも増えてますんで、一度ちょっとまずちょっとデジタルメディアラボさんのそうですね、ホームページ見てね、どういうお仕事されてるかというところで、はい、まず作品、まあ基本は CG プロダクション、ね、そうですね、はい、して、はい、でも TML さん長いですよね。長いですね、この間20周年をね、はい、そうですよね、僕働いてやっぱこの業界15年ぐらいなんで、それでもその時も老舗だったかなり長く、そうですね、ね、そうですね、はい、え、佐藤さんとかっていつから？私自身は自分は途中からなんですよ、12、はい、3年ぐらいはもう、はい、常に在籍しています。近藤さんは？僕はですね、2008年から入社したので今年で8年だ。8年、ね、それでももう8年なんですね。そうなんです、早いですね。2008年って最近だったら気するけど、早いですね。もうなんかね、早い、うん、で特にまあ今ちょっとあのホームページ見るとやっぱり一番大きいところだとあの野菜の妖精が、ね、はい、まず、はい、ここが結構インパクトあったのかなっていうそうですよね、オリジナルで、はい、やらせていただいて、テレビアニメーションもやらせていただきましたし、うんうんね、劇場でもまあ2本ほど、あ、これね、ムービーになってますから、はい、そうですね、あ、これ映画のことね、うん、はい、これ 3D 対応したんです、ステレオ対応、あ、やりますね、はい、これソフトイマージュでしたっけ、そうです、ね、そうですよね、はい、そうそうそう、ずっとやっていただいて、DM さん自体はソフトイマージュ前はマックスってなんか僕は平等に入ってるようなこうイメージそうですね、ね、はい、平等に入っていました、まあ、今最近はこう前の方が増えてきたりとか、はい、でまたあの大阪の方にもあの事務所があるんですけど、あ、そうですよね、はい、そちらの方ではマックスが多かったりとか、そういった形でいろいろツール等が、うん、あの平均的にやっていきましょうという会社ですね。でそれはもうやっぱプロジェクトによってなんですか、それともなんかチームによってみたいな、プロジェクトによってですね、はい、はい、え、皆さん3つ使えるわけじゃないですよね。皆さんは3つは使えないじゃないですかね。マックスなんですけど。ああ、そうなんですね。そうですね。僕もあのたまたまマックスを、はい、あの大学の方であのやってたので、まあ、そこからこう来て、で、まあ、ヒデさんがマックスなので、はい、まあ、そこもともとヒデさんが僕の上長だったんですよ、ね、で、そこでいろいろマックスで教えてもらった中で、まあ、エフェクトもってことで。え、佐藤さんは、まあ、はい、そのディレクターということで、はい、全部見てるんですか、モデリングもその、あ、見ることもありますし、あ、まあ、パートだけ の, その作業もありますし、うん、ということで、なるほど、なるほど、はい、まあ、そんな中で、まあ、野菜の妖精は僕の中では結構インパクトあるんですけど、今出てる、去年はうちの GTMF っていうイベントで、そうですね、ゲームのイベントでお話をいただいたんですね、うん、はい、VR の進撃の巨人のね、VR、はい、コンテンツの CG のところで大阪の方にですね、スタッフの方がちょっとね、はい、これすごかったですよね、ものすごい引きがありましたね、これ自体も結構ね、なんかいろいろ話題になって、話題になって、ね、なかなかなんかチケットが取れないとかっていう話も聞きまして、ね、いや、すごいすごいと思って、自分もちょっとこう満たしていただいたんですけど、はい、なかなかこう迫力ありますよね、ああいうコンテンツがこうリアルに見えてくると、そうですよね、これから来そうな分野ですね、いや、だから最近そのこの進撃もそうですし、結構なんかバラエティに飛んでるんですよね、うん、そうですね、はい、プロジェクションマッピングなんかもね、やられてやりましたね、はい、やりましたね、はい、そうなんですよね、でこうパーッと見ると本当に、まあ、ゲームのムービーみたいなものだったり、はい、こういうの最近はやっぱり、まあ、遊戯とかも当然やられたりとか、ね、多分メインだと思うんですけど、はい、結構なんか精力的に新しいようなコンテンツもやられてるんだなと思って、そうですね、幅広くやってますね、うん、ゲーム、あの遊戯系とか、うん、あとその実写とかの、はい、まあ、映画とか の、はい、案件とかもやったりしてます。今何名ぐらいなんですか、会社、100名ぐらいいるんですけど、フロア自体には、はい、まあ、全部合わせるともうずっといると思うんですよね。あ、実はまあ自分も正確な人数を把握できないぐらい、こうされてきてとか、そうですね、まあ、プロジェクトによってだと思うんですけど、うん、はい、はい、そっか、もう100名でも巨大な、東京のフロア東京のフロアだけでいうと100人近くの人間在籍、うん、で大阪もあって、うん、そうですね、ってことですもんね、はい、なるほどね、まあ本当に幅広くやられていて、しかも20年
以上なのかな。そうですね、20年以上、はい、考えてるという形で、はい、この間ね、その20周年ということで、あの旅行に、あのどこ行ったんですか。ですね、なんとですね、ラスベガス。ちょっと待ってください。100何人100何人ラスベガス。そうなります、ね、いやすごいですね。すごいですね。え、それいつぐらいですか。去年11月ぐらいですよね。11月ぐらいに、そうです、ね、すごい、ね、13時間かけてこうラスベガスにポッて、まあ、カジノでポッて負けてきて、いい会社だよね。いい会社だわ。いやだって人数いるからね。いや20周年だからこそそういうところに行けるのかなっていうので、はい、すごい。そんな何度も行けるわけじゃないですけど、まあ、でも貴重な体験させていただいたんで、うん、なるほど。で、そうですね。で、お二人は、サスさんも最初から DM なんですか。もともと別でやられてて、はい、別でやってましたね。業種も違ったりもしました。うん、はい、で、移られて今。はい、学んでいって、はい、そうです。で、近藤さんはもう学校卒業かすぐ。そうですね、僕はもともと大阪 の大阪電気通信大学っていう大学なんですけど、はい、まあ、そこからあの DML、 東京の方の DML に直接来たっていう感じです。あ、東京の。あ、そう。そうなんですよ。大阪の方でもともとアルバイトとしてあの働いてて。あ、そうなんですね。そうなんですよ。その時はあのエフェクトではなくて、まあ、いろいろ幅広くあのまあ、モデリングとかアニメーションとかコンポジットとか全部幅広くやってて、うん、はい、で、まあ、あの東京がすごい気になってて、まあ、セミナーいっぱいあるし、なんか他にもいろいろ理由はあるんですけど、ちょっと東京でちょっと頑張ってみたいなっていう思いがあったんで、はい、ちょっと東京の方の DML に、はい、来ました、はい、なるほど。その頃から MAX っていうか、もしくは他の CG ツールとか。あ、もうその頃から MAX ですね。あの、その大阪電気通信大学 の、 その使っあのカリキュラムの使ってるソフトが MAX なので、もう今はちょっと分かんないんですけど、そうですね、もともとだからあの、高校の頃からですね、シェードを触っていて。高校生から CG やってたんですか。あ、でも、はい、まあ、片手間なんですけど。いや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 、だからもともと興味あったってことですよね、ずっとね。もともとはなんとなく、そうですね、友達がそのシェード使ってたんで、はい、シェードちょっとあのなんだろう、ちょっと勧めてくれて、ちょっと僕もちょっとやってみようってことで。で、その時ですね、タイプ R4 かなんかの時代だったんですけど、はい、2002年とか、うん、で、シェードのあのなんすかね、モデリング結構やりづらくて、重要局面かなんかで、なんだろう、ね、今すごいやりづらくなってると思うんですけど、うん、当時は、ね、うん、特殊でしたよね。特殊ですね。ベジェ曲線みたいな、なんかやってくる。卵作るのどのくらい時間かかるんだみたいな。そういう感じで、うん、まあ、その中でこうあのどうしようか、もうなんか CG 嫌だなってちょっと思ってたんですけど、はい、その大学入って、うん、MAX に出会って、あ、すごいポリゴンやりやすいと、うん、でそこから MAX でやってます、うん、なるほど。まあそんなところで、うん、実際のエフェクトイロハニホフですね、うん、実践編。今回はその第7回の焚き火の作るシーンをちょっとじっくり作っていただくと。そうですね、まあ、前回あの、まあ、細かく説明できてなかった部分もありますし、まあ、僕自身ちょっと復習っていうこともちょっとこう込みでちょっとあの紹介させていただいたらいいかな、うん、まあ、今回あのちょっと我々自体も、はい、結構初めてのことで、あの今までウェビナーって何かのタイトルとかあのプロジェクトのメイキングっていうのがほとんどだったんですけど、今回初めてこう、うん、どっちかというとあの授業に近いというかチュートリアルに近いじゃないですか、うん、そうですね。なんかこういったものをちょっとやらせていただくの多分面白い、需要に合ってんじゃないかなとも結構思ってたので、もありがたいですよね、今回ね。第7回ね、あの Facebook のいいねシェアが400を超えてるんですよね。お、そうなんですか。え、そうなんですか。さっきそうでしたよ。で、これそうですね。あ、今違うか。402だよ、402。すごいじゃないですか。400はすごいですよ。それすごいんですよ。400はすごい。スカウターだったら振り切れてるぐらいの。そこまでは言ってないですよ。そこまでは言ってないですけど、いや、多いですよね。これは多いですね。だからこれの本当の実際のやっていただくのを見ていただくのが、今回我々にとってもすごくいい、うん、意義があるんじゃないかなと思います。あ、いやー、でもありがとうございます。もうあの、そうですね、こういった機会すごいなかなかないので、うん、はい、頑張りたいと思います。はい、じゃあ実際そうですね、まあ、じっくりちょっと拝見させていただくので、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、ではですね、ここでですね、スポンサーの紹介です、はい。今回はですね、デモ用のマシンでですね、日本 HP のですね、ZBook、うん、ノート型のワークステーションですね、お借りしております。非常に高速で、今回軽くなりましたね、うん、軽くなったと2キロぐらいですかね。あ、そんな軽いですか、うん、すごい。ではワークステーションで、ね、ワークステーション、うん、最新型のノートワークステーションをお借りしております。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。その他にですね、プラグインを、お借りしていますね、はい、オークさんからです ね。プラグインって言ったらもうオークさんね、ですよね、かなり皆さん知ってるじゃないですか。V-Ray と FumeFX、非常に一瞬で貸して いただきました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さらにですね、フラッシュバックさんですね、今回はアフターエフェクツのプラグインを、ね、フラッシュバックさんはお借りしましたね。アフターの、ね、プラグインいっぱい扱われてますから、こちらも本当に瞬時に貸し出し、いや、まあ、ありがとうございますね、本当ありがとうございます。で、最後に我々からまたご紹介なんですけど、今ですね、近藤さんのお話もありました通りですね、うん、教育機関版はですね、学生版、先生方も含めてですね、全部無料になってますので、うん、ぜひですね、学生の頃からチャレンジしていただきたいなと思います、はい。こちらのサイトからですね、アクセスして3年間のフリーライセンスが出ますので、ぜひこちらにアクセスしてチャレンジしてください、はい。ではこの後ですね、実際画面を見ながらですね、うん、細かいですね、作り方の紹介に入りたいと思います。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんこんにちは、オードレスのソウと申します。よろしくお願いいたします。それではですね、実際にあの画面、操作画面とかを見ながらですね、近藤さんの方から、エフェクトとは何ぞやと、イロハにおいとということで、解説をいただきたいと思います。近藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあそれではですね、まあ、前回コラム第7回で紹介させていただいた、火花、あ、ごめんなさい、焚き火エフェクトですね、はい、焚き火エフェクトの、まあ、作り方をちょっとおさらいして、実際にデモンステーションしてみるので、ちょっと時間かかるかもしれないですけど、お付き合いください。はい、はい、緊張してます。もうすごい緊張してますね。はい、すいません、たじろんでるんですけど、よろしくお願いいたします。はい、じゃあですね、ちょっとやっていきましょう。はい、はい、エフェクト、いろはにほうへとということで、で今回ですね、じゃあ先ほど言ったように焚き火でも、作ってみるかいということで、焚き火の作り方を紹介していこうと思ってます。ただ、さっきの話にもありますが、ものすごいアクセス数でコラボの方が400オーバーのいいねということで、いや、すごいありがたいです。はい、そういうふうに興味持っていただいて、はい。じゃあそのもっと細かい部分を、はい、見せていただけるということですね。はい、そうです。はい。はい、じゃあですね、じゃあ先ほどもちょっと自己紹介させていただいたんですけど、私、株式会社デジタルビジュアルラボの近藤と申しまして、エフェクトを作っております。で、代表作として、戦国バサラシリーズや、ファンタシースターオンライン、ウィニングイレブン、その他多数のゲームや、遊戯、映画作品に参加してます。大体何タイトルぐらいやったんですか、プロジェクトで。ですね、もう20、30ぐらいだと思いますね。途中から覚えてないですね。何か辛いことがあったのかどうか忘れるようにして、最初は学生の時は結構覚えてたんですけど、あれこの3年ぐらい前これやったなとか覚えてるんですけど、途中からどんどん忘れちゃって、辛いことを忘れていくタイプ。そうなんですよね。素晴らしいですね、はい、いやーかもしれないですね、はい、でですね、それ以外にも今回オートデスクエリアさんと のコラボで、第7回第8回の CG 制作いろはにほへとを担当させていただきます。はい。で、もちろんですね、エフェクトだけじゃなくて、他にも面白いトピックスが満載ですので、いろはにほうへとをぜひチェックしてみてください。皆さんぜひ見てくださいね。はい。はい、で、まあ僕の方で、ホームページ、ツイッター、ビメオを持っていて、まあビメオの方でちょっと細かくですね、映像いろいろ作ってるんですけど。まあ、その中で、まあ、こういったですね、崩壊の、ものとか、あとその爆発ですね、
これあの今あのコラム書いてるものにちょっとこう、うん、関わってくるんですけど、見てみましょうか。あ、大画面になるとどうする？出ます出ます。はい。もう一回見る。わあ、綺麗な。ありがとうございます。まあ、こういったものとか、はい、あとですね、クラカトアを応用したものだと、放電っぽいやつですかね。そうですね、ちょっと放電っぽいオーラっぽい感じの、うん、まあ、こういったものをあの作っていて、まあ、その中であの今回あのコラムを書いてみないかっていうふうに誘われたので、うん、まあ、ちょっとこういうのも書くよ、はい、いいかなと思ってます。はい、そうですね。で、じゃ あ、まあこれから、いきなりなんですけど、はい、まあ、実演交えて、うん、焚き火の作り方をちょっと紹介していきたいと思います。はい、はい、でまずじゃあステップ1、シーンの下地作りということで、こちらのポイントはですね、まあ、オートデスクさんの、マッチムーバーを使ってマッチムーブしていきましょうということで、うん、実写プレートを、マッチムーブしていきます。実際のお仕事でもそのエフェクトチームの方がこうやってマッチムーブかけるとかっていうのはやるんですか？ですね、弊社だとそもそも実写を映画をやるっていうのは、まあ、あまり多い方ではないんですけど、うんうん、ですね、実写の作品だとほぼほぼマッチムーブ使ってやったりとか、うん、他にもいろいろ使ったりとか、ニュークとか使ってトラッキングしたりとかしてるんで、うん、はいはい、結構多いですね、はいはい、もう必ずやるんじゃないかなと、うん、ツール的にはマッチムーバー不自由、僕だとマッチムーバーで、うん、まあ、本当人によると思いますね。ニューク X 使ってトラッキングしたりとか、はい、まあ、使いやすいやつを自由に使うみたいな。そうですね、はい、はい、で今回はまあ、無料だったのでマッチムーバーを、はい、使ってみようかなと思います。これちょっと僕焚き火の実写合成をやるときにちょっと知ったんですけど、あれなんですね、マッチムーバーってAppストアっていうそのオートデスクさんのアップストアがあるんです、はい、ちょっと僕正直初めて知りまして、あら、で、あ、いろいろあるっていうのすごい便利 で、はい、コンポジットもここに入ってるんで、ね、そうですよ ね、 なんかそれ以外にもなんか細かいそうなんです、アプリがいっぱいあるんで、すごいちょっと興味があるなと思って、はい、でその中でマッチムーブ使ってますんで、はい、皆さん使ってみてください、はい、早速ですが、マッチムーバーを起動して、やっていきましょう。マッチムーバーはい、でまずマッチムーバーを起動して、プレートを読み込んでいきます、はい、プレートの読み込みはここのロードシーケンスですね、ここツールバーのフィルムみたいなマークの、ね、はい、ところをクリックして、で、これがもうそのパスになってるのかな、はい、で、その頭のファイル、はい、頭のファイルを選んで、うん、OK を押します。 OK を押すと、読み込まれます。これが実際にトラッキングするプレートですね。これ撮影したのは、はい、ビデオカメラですか、ね、そうなんですよ、ビデオカメラなんですよ。僕個人で持ってるビデオカメラだったんですけど、はい、買ったのがもう7年ぐらい前になって、もしかして iPhone で、はい、iPhone とかで撮ったら逆に綺麗かも、そう、綺麗だったっていうね感じですね、はい、はい、で素材を取り込みましたと。はい、取り込みました、うん、で取り込んだ素材に対して、ですね、ごめんなさい、ここのフィルムマークの横にある、Run the Automatic、うん、トラッキング、自動トラッキングですね、はい、はい、をクリックしてます。でクリックするとダイヤルが出てくるのでセッティングを押して、でここの、まあ、何をトラッキングするかっていうことで、うん、カラーを持ってるカラーですね、
で今回はセンシティビティをちょっと上げて、でその回ちょっと密度をちょっと少なくして計算をかけていきます。で、一機種設定したら、ランをクリックします、はいはい、オートマティックトラッキングなのであとはそのボタンを押すだけで、うん、もう放置プレイですよね。そうですね、放置プレイなんで意外とこれ簡単なんですよね。そうなんです、ちょっとできちゃうっていうのが面白いところで、はい、もうそろそろこうですかね、はい、でトラッキングした後に、今カメラを作ってる最中ですね、はい、でこの実写プレートにあるこの、この白いマーカーが見えると思うんですけど、すね、はい、これですね、これ僕の方で印刷したトラッキング用のマーカーです、うんうん、でだいたいこの距離が1メートルぐらいの間隔、はいはいはい、スケールを、そうですね、合わせるためにはいで置いてます。たまに風にで吹き飛ばされたりとかもあったんですけどで走って取りに行くって そ, うです、ね、それを誰かに見られないかなと思って、はい、でちなみにこれ撮影する時って一人で撮りに行ったんですか。そうです、一人で撮りに行きました、はい、横浜の、はい、山に登りに行って、まあ、ピクニックがてら、でも知らない人が見ると何やってんだろうこの人とかで、そうなんですよね、だから場所すごい悩みました。怖いですね、人が撮らないところを選んでね、はい、そうなんですよね、カットマーカーを並べてる段階でかなり不審ですよねそうなんですよ、不審者に思われるのが嫌なんで、ね、撮影クルーがいれば全然違いますけど、ね、そうなんですよね、だからその辺のね上野公園とかで行きたいなかなと思ったんですけど、はい、はい、すいません、あ、いえいえ、はい、でそういうこうしてるうちにトラッキングが終わりましたので、はい、このですね左上にある 3D マークをクリックします。そうするとですね、わかるかな、まあ、こういったこのカメラ位置と、まあ、カメラ位置と、まあ、トラックコーナーっていうんですかね、うん、なんかマーキングのマーカーの部分ですよね、はい、でここで C を押すと実際にカメラから見た図が見れるんですけど、はい、ですね、バッチリですね、でですがねというふうに見えるんですが、ね、ですね、ちょっと問題があってですね、どういった問題でしょう。ですね、あれどこだ、コーナー、このコーナーのサイズを変えたいんですが、どうだったっけな、コーンのサイズ、あ、コーンのサイズですね、はい、ね、パラメータウィンド、あ、あった、すいません、はい、ここかな、よいしょ、何が言いたいかというとですね、はい、グレーティングちょっとかな、はい、ごめんなさい、はい、ちょっとコーナーがコーンがちょっと大きすぎたので、はい、ちょっとよく分かんなかったんですけど、ここを見るとですね、トラッキングしたんですけど、うん、このグリッド、はい、ここにあるグリッドがですね斜め向いてるんですよ、はいはいはい、でこれは何かっていうと、ここが平面として、はい、認識、はいしてしまってるので、うんうん、トラッキングができてるものの軸がちょっとおかしい状態になってるんですよね、はいはい、これだと 3D 持っていた時におかしい感じの状態になってしまうので、うん、まあ、グリッドが傾いてるので、ね、グリッドが傾いてるので、それを定義する必要があるんですね、はい、ですね、定義するにはこの 3D シーンっていうメニューの中から、うん、ニューコーディネートシステムっていうのを選択します。で選択すると、まあ、こういう、まあ、ギズモというか、まあ、軸の軸が出るので、はい、はい、出るので、うん、でこれで、定義していきます、はい、でまず最初にそうですね、ちょっとメモった方がいいんですけど、まずここの原点を決めてあげると、決めてあげます、うん、でこれが原点なんですけど、この選択しているところが、はい、で、例えばですね、ここのそのマーカーに置いてるここのポイント、はい、コーンですね、コーンですね、うん、で、まあ、これ選択すると
このジェネラルっていうところの部分にラベルっていうのが出ると思うんですけど、はい、マーカーの名前ですね、はい、マーカーの名前ですね。なんでこれ3405原点、はい、でいくつかそれで自分の決めようとしてる軸の情報をメモっときます。はい、今右側のマーカーの情報ですね。そうですね、0345、はい、で、まあ大体分かったので、うん、まずここの、オリジン、原点ですね、原点で、先ほど3405っていう、はい、決めた3405をパッと、はい、選びます。で選んで、ここのアプライを押すと、はい、そこに移動します、はい、でこれちょっといろいろ決めてませんよってエラーが出るんですけど、うん、これはまあ OKOK ってことで、で次に、X 赤かな、この X の部分を決めたいと思います。これもメモったように、ここの、コーンですね、はい、位置をメモったのでこの X、ね、その横にその From Origin To ってあるので、はい、その原点に対して、そういうのがどう関係してるかっていうのを決めます、うん、なのでここで、446ですね、446、あった、はい、でまたアプライを押します。でそうすると先ほど決めた446に向かって赤い線が伸びてます。ね、これ、まあ、X ですよっていうことですね。はい、で、今度は Y を決めるんですかね。はい、Y ですね。で、Y もは、どうするかっていうと、今ここで前の、プロセスで X を決めたので、はいはい、この X からこういう、まあ、対角線上にっていうか、こう伸ばしていくと、うん、まあ、Y が分かるので、はい、先ほどまたメモった0347を選んで指定してあげると、指定してあげます、うん、はい、でですね、で最後に高さ方向ですよね。あ、そうですね、でごめんなさい、その前にちょっと距離決めてなかったんで、うん、距離決めたいと思います。で先ほど言ったように1メートルでしたっけ、はい、だいたいここのですねマーカー間はまあだいたい1メートルで、はい、メジャー持ってきてなかったんですけど決めてるので、先ほどメモった、3405か、はい、3405から、0446、指定してアプライ、はい、押しますと、うん、あ、そこ未転換してなかったな、0446、まあ、これ今即興でやってるんでマーカーがすごく大量にありますけど、最初にマーカーのサイズとか密度ってある程度調整しちゃうとマーカーの数も減るんで、はい、まあ、もっと選びやすくなりますよね。そうですね、はい、ちょっと僕が多すぎちゃいましたね、うん、はい、なるほど、あ、すいません、でちょっと先ほどちょっとうまくいかなかったんですけど、正常に軸を設定できると、うん、まあ、こういうふうにですね、コーンがまっすぐ向いた状態になります。はい、はい、はい、で、まあ、その状態だと、まあ、正常に軸が制御できている状態なので、はい、ここからファイルを選んで、この
中のファイルからエクスポートですね。からエクスポートでファイルタイプで、MAX、今回は MAX なので、まあ、3DS の各ターゲットのソフトによってフォームが変わるということですよね。そうですね、はい。MAX に持ってきては MAX スクリプトでしたっけ。そうですね、はい。で MAX スクリプトで見たいので .ms で書き出します。はい、はい、で、まあ、書き出したやつがちょうどあるので、まあ、これがそう、前回書き出して用意したんですけど、でこれでMAX を立ち上げて、今普段お仕事で使ってるのは2015。そうですね、2015ですね。だいたいこうバージョンを切り替えるのってどのぐらいでスパンでやるんですか。バージョンを切り替えるのはですね、なんかこのバージョンじゃないとできないような、うん、まあプラグインが全部揃ってるとか。そうですね、そういうのがやっぱり選択要因、はい、そうですね、はい、で、MAX を起動して、はい、MAX の中のこの MAX スクリプトですね、その中のスクリプトを起動して、うん、先ほど出したMS ファイルを開きます。はい、はい、開くとちょっと星みたいな感じでいっぱい、うん、ポイントが出てるんですけど、これが全部よいしょ、先ほどトラッキングしたポイントになります。うん、でカメラも一緒に出されているので、まあ、C で切り替えてもらいただくと、まあ、カメラから見たものがそのままこう反映されているかなと思います。さっきトラッキングかけるフッテージをバックグラウンドに置けばぴったり合うってことですよね。そうですね、はい。で、まあ、今回焚き火ということで、まあ、シミュレーションでヒュームを使って作っていくんですけど、うん、はい、まあ、そういったですねシミュレーション系のエフェクトを作る場合にシーンスケールってすごい大事なんですよね。はい、そうですよね、うん、でですね、このシーンだと、まあ、ちゃんとしてるんですけど、ここにですね、まあ、試しにボックス、まあ、作って、これも単位形がいくつになってるんですか。ですね、あ、こちらシステム単位とセンチメーターですね、はい、今センチメーターなんで、はい、で、ディスプレイ単位スケールをじゃあ、まあ、こっちのセンチということで、さっき1メーター間隔でマーカーを置いたってとか100になるんですかね。そうですね、だいたい100ですね、はい。おっと、はい、まあ、なのでまあだいたいなんですけど今合ってる状態ですね、うん、ですね、うん、これ1メートルのボックスなんで、はい、でたまになんですけど、まあ、ここのですね先ほど見たですね、システム単位設定がこうセンチじゃなくて、まあ、たまになんかインチになったりとか、まあ、デフォルトインチなんですよね。ああ、そうなんですね、はい、だとちょっとおかしくなるというか、まあ、スケールが 2.54 小さい、はい、2.45 倍小さいとかですかね、はい、だからこれで見ると、うん、254センチになっちゃうんですよね。だからこの状態で火作っちゃうとすんごい大きな火になっちゃう。ああ、それフリンジみたいなのも小さくなるし。そうですね、まあ、そもそも挙動がおかしくなっちゃったりとかして、はいはい、まだこの、まあ、インチだとまだマシなのかもしれないですけど、フィートとか、はい、あとそもそもここに入ってる1単位1センチが100センチとかっていうのもたまにあったりとか。物理計算ってメーター系でやる場合が多いですよね。僕の場合はセンチでやったりとかしてますね。センチとかメーターとか、はい、そうですね、インチ系でやる方ってあまりないですよね。そうですね、いないですね、うん、昔はいたかもしれないんですけど今いないですね、はい、なのでちょっとその辺最初に気をつけた方がはい、いいかなと思ってます。結構大事なポイントです、ね、はい、結構大事なんでこれ後々影響してくると思うんで、はい、はい、っていうのが最初のまずカメラを注意すると、は
っちもカメラ持ってきちゃったらあのマーカーほとんど消しちゃうんですか？どかします？さっきエクスポートした時に、あの全部 の, あのマーカーを全部持ってきちゃったんですけど、あのいい状態のマーカーだけしか持ってきてないんです。あ、じゃあ他はもう消しちゃって。そうですね、消しちゃって、で最後なんかその、ここにこれを置きたいとかっていう風になった場合に、あの一応ちょっと残してる。あ、そっかそっか、そういうスナップポイントで置いておくって感じですか？そうですね、はい、はい、感じなので、ステップ1、シーンの下地作りは、以上になります。はい。はい、ですね。はい。じゃあ次、ステップ2、焚き火エフェクト作りと、はい、はい。これ重要なのがですね、まあ、リアルさを、意識しつつ、派手なエフェクト制作を心がけるとありますけど、さっき警告出たんだよな、自分のがインチになってるんじゃないかと思っちゃいました。はい、焚き火制作は、まあ、これ基本的にこのヒュームでやってるんですけど、はいはい、ヒュームで、シンプルソースを使って、出してます。でこの真ん中にあるの何かっていうと、ちょっと、ね、ネタバレになっちゃうんですけど、これ焚き火のこのモデルです、はいはい、でこれあの後で説明するステップであの制作方法載ってるので、はい、まあ、そこでモデル化したものを、こちらに持ってきてます。はい、で、なんでかっていうとですね、ヒュームのヒュームのですね、このオブジェクト、スラッシュ SRC、まあ、ソースですね、はい、を選ぶと、ここにですね、まあ、コリジョンモデルということで、あのこのモデル、はい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 、ピックアップしてます、じゃないとですね、突き抜けちゃうんですかね、ですね、まあ、実際に火上がってる時ってこれなんか燃えてるんで、まあ、燃えてるんですよね、なんか、はい、燃えてるので、その何もない空間に火っていうのは存在しなくて、まだなんか車とか家とか、まあ、家とかが燃えてる時に、なんかその障害物って絶対あるんですよ。障害物と、ね、はい、あの燃焼物って絶対あるので、それをちゃんとやらないと、そうですね、蘇さんの言ったように、あの突き抜けちゃう感じの火になってしまう。まあ、実際木が気化してそれに引火してるっていうのは燃焼ですもんね。そうですね。だから、まあ、分かりやすいの、木の周りにへばりつくように、そうです、ね、炎が流れてくるようにしないとダメってことですね。そうですね。ちょっと試しにちょっと適当にちょっとホルダー作ってみて、でこれ最初ですね、あのヒュームで計算するときは、あの、まあ、ここですね、これジェネラルタブかな、ジェネレートタブだったかな、の中の、GEL って書いてあるんですね。漠然とマークしか覚えてなかったですけど、はいはい、GN の、中にあるシミュレーションエリアのスペーシングで、はい、あの精度を選べます、はい、で最初は、まあ、ここを下げていくと、この下のですね、このサイズとシムアップっていうところが、うん、ほとんど肥大化していくわけなんですけど、こんなですね、あのすごいバカでかい数字にはしないでください。あのこれすごい時間かかっちゃうんで、あの最初はだいたいこう粗めに、まあ、20メガぐらいですかね。これ全体のこのボクセルで1メーター角ぐらいですか？今1メートル50で。1メートル50、はい、やってます。で設定してるのが 1.5 センチぐらいですね。はい。じゃあ100分の1ぐらいってことですか？そうですね。このオートで見るとだいたいこういうマスになってますんで、はい、はい。それでも結構細かい気がするんですけど、まあこのぐらいだったら平気って感じですか、ね？まあそうですね。まあ、3桁にはしない方がいいかなと思います、うん、なるほどね、はい、これちょっと様子見て、はい、
で、ですね、まあ、最初に言った、まあ、その障害物ですね、うん、このコリジョンモデルがない状態、このユーズ今チェックを外しましたけど、はい、ちょっと戻そうかな、でシミュレーション、はい、でこれでシミュレーションをかけるとですね、単純に分かりますかね、分かります、もう突き抜けちゃってるんですね、はい、でそれに対早いですよね、早いですね、うん、なんだろう、僕が持ってた時のノートパソコンとはえらい違いのスペックだなと思います。HBさんありがとうございます、ありがとうございます、はい、ノートパソコンでシミュレーションできるんだったら会社でもやらなくてもいいのかなと思っちゃったんですけど、はい、でですねこれあの、まあ、コリジョンモデルを、まあ、チェック入れる、はい、オンにしてですね、これエミッター4箇所くらいつけてるんですか、あ、ですね、エミッターは、7箇所ですね、7箇所つけて、はい、まあ、いろいろそのオブジェクトから発生させたりとか、はい、パーティクルから発生させたりとか、うん、いろいろ手法はあるんですけど、まあ、あのシンプルソースが一番早いかなと思ったんで、うん、ちょっとそちらを、はいはい、使ってやってます、はい、ちょっとあさっき比較映像したかったな、まあ、このコリジョン設定をするとですね、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、ここの出てる日っていうのは、はい、この設定したそのコリジョンモデル その間から出てる日なんですよ。そうですね。なのでさっきと比較すると、まあ、火柱が短いっていう。そうですね、短い、はい、でも短いだけじゃなくて、うん、その障害物から出てる火の部分は長かったりとかっていう、うん、ちゃんとこう整合性取れたような感じの表現になっているんで、はい、まあ、そういうのでリアルさつけてもらったらいいかなと思うのと、うん、もうぶっちゃけシミュレーション系の表現って結構トライアンドエラーがすごい重要なんですよね、うん、そうですよね、うん、なんで何回もですね、まあ、パラメータ変えてですね、まあ、この可読性とか、うん、まあ、ボルチシティとか、まあ、いろいろシミュレーションはあるんですけど、結局はトライアンドエラーなのかなと、こう、ね、燃焼率、はい、バーンレートとかあるんですけど、うん、で必ずしもその同じなんだろう、ちゃんと整合性取れてる設定にすればいいものができるというわけじゃなくて、はい、そこから例えばこのエクスタービランス、これ加えるとその炎に対してノイズが加わるんですよね、うんうんうん、まあ、まあこれ自体結構そこなんですけど、まあ、これを入れたりとかして本物なんだけどもっと派手な感じのエフェクト、うん、まあでも実際そうですよね、うん、昼間に焚き火やっても炎あんまり見えないですからね。そう、見えないです、ね、実際はね、見えないです。でもそれじゃお金もらえないですもんね。そうです、そうなんです。見える炎で自然にしなきゃいけないってことですよね、うん、実際のそのエフェクトっていうのはちょっとしょぼいと思うんで、いろいろ現実の派手じゃないってことですね、うん、派手じゃないので、うん、まあちょっとその演出してあげる。そうですね、まあ、かといって調子の良すぎてこのエクスタービランスの値をすごい入れちゃうとすごい暴れちゃう日になっちゃうんで、うん、まあ、ものすごいこのぐらいですね、このぐらい入れちゃうとバサバサバサっていう感じの火になっちゃうんで、それはちょっとおかしいっていう、ね、だからそこの塩梅をすごい見つけないといけないのかなと。古代の試行錯誤の期間っていうのはどうですか、この参加すると好きな時間ですか、やってて辛い時間。辛い時間です。辛い時間です。辛い時間ですなので、うん、エフェクターの人はこれヒュームなので、このですねバックバーナーモードをオンにすると、はい、サブミットして、はい、他のマシンにこの計算を振り分けることができるじゃないですか。やったら別の仕事やってると、はい、そうですね。なのでエフェクターの人はそれ専用のマシンはやっぱもう一台置いといて、いるんじゃないかなと。現在に置いとく。そうですね、はい、でその間また違うテストとかできると思いますし、はい、なので、はい、ちょっと そこだけポイントで押さえていただければ
いいかなと思います。で最終的にそのなんとなく火が動きが分かってきたらこのスペーシングの値を、まあ、もっとですねこう大きくしていってこれ計算今しないですけど、はい、やっていって、リアルな火に、まあ、これあのスペーシングの値を下げるとあの火のエッジとかがすごい滑らかになって、うん、なるほどね、あのよりリアル、あのリアルというかそのクオリティの高い火になるんで、うん、はい、ただ動きだけはあの軽めのやつでトライアンドエラーしたりとかしたらいいんじゃないかなと思います、はい、で炎をまず作りましたと。はい、作りましたと。でそうですね、今あのちょっと、ですね、最終的に、さっきのスペーシングの値を下げて、うん、レンダリングしたものがこれになりますね。突然地面から。そう、突然自然発火ですね。でこれを見ると明らかもうおかしいですよね。あの、うん、何もないとこから火が出てる感じ。うん、そうですね。一応コリジョンモデルとしてはあの焚き火 の、 そのモデルを入れて計算かけてるんですけど、このレンダリングされたものを見ると何もないとこから火が出てるのでちょっとおかしいっていうこと で、うん、はい、でまあはい、で次のステップだと、まあ、ステップ3ということで、火元モデルを配置していこうかなと思います、はい、でまあ、火元モデルを、配置するにあたって、まあ、実写素材からですね、3D 化させることができるオートデスクさん の、 あのメメントっていうツールがありまして、はい、まあ、それでちょっとモデル化させていこうかなと思いました、うんうんうん、で写真ベースで。そうですね、写真ベースになってます。キャプチャーするということですね。そうですね、まあ、これ実際にあの山に行って撮影してきたものなんですけど、まあなんか腐った木かなんかですね、うん、でこれをまあいろんな角度、あ、ちょっと似たような写真になっちゃったな、あの回り込んだりとかして、はい、この木だと大体50枚ぐらい撮影してます、うん、はい、で写真を撮ってきて、それをメメントを立ち上げて、なんだろうか。でここの、クリエイト 3D っていうところからをクリックしてオフラインを押して、今ちょっと今オフラインなんですけどサインアップインしてないので、はい、でここからアドフォトっていうところで、先ほどのですね撮ってきたこの写真を全部あの選びます。もしかしたらこの視聴されてる方でこの人何やってんだろうと分かんないって方いらっしゃるかもしれないですけど、このメメントのテクノロジーは以前あのリキャップフォトっていう名前でちょっといろいろご紹介した写真からこうジオメトリを生成するテクノロジーをさらに進化させてもっと使いやすくしたツールになってると、ね、そうですね、はい、だいたい5度ピッチぐらいでこう角度を変えて写真を撮ってくるとその写真の相違点から距離を算出して立体を構築すると、はい、で同時にテクチャーも作っちゃうと。そう、素晴らしいソフトですね、はい、はい、で、先ほど紹介させていただいた写真を、開くと一覧で出るので、うん、ここからこう、まあ、使えなんかブレがある素材とか、そうですね、あとそのスペキュラー、あの光沢がある感じの鏡とか、うん、リフレクション入ってるようなものそうです、ね、だとダメですね。あとガラスとか、うん、そういったものはダメっぽいんですけど、まあ、それをこの中からこう選定してもらって、除外して、まあまあ、これがそうだったらこう×を押してもらって、でこれこうクリエイトモデルってやると、はい、まあ、早いものだともうなんか 10分とか、うん、遅いものだとなんか 2,3 時間ぐらいかかるんですけど、でそれで作ったのモデルが
とこれですね。こちら。これ何分ぐらいかかったんですか。これはですね結構早かったですね。10分とかそこらで、はい、できました。これメッシュも見れましたよね確かに。はい見れますね。メッシュはこういう風になっててまあすごいだいぶ細かいんですけど、これはですねまあ例えば G ブラッシュとかで、うん、まあゼトリメッシャーとか、はい、まあ、トポロジー他のトポロジーソフトを使って、リトポをすることはもちろんできるので、うん、まあこれでも全然十分かなと思っております。はい。でそういった形でモデルを作って、はい、そうですね。でこれでいろいろモデルを何パターンか作ってました。一括で撮るんじゃなくてパーツごとで撮ってるんですね。そうですね、パーツごとで撮って、だからもう2時間ぐらいいろんなオブジェクトを写真で撮ってたんで、相当変な人に見られたんじゃないかと思います、はい。まあ、だからこそ結構山奥が良かったなと思ってます、はい。日が陰ってくると焦りますよね。そうですね、焦りますね。よいしょ。で、実際のお仕事でもこういった写真からモデリングしてそれを活用するってこともあるんですか。あ、実際にはですね最近、ちょこちょこっとやり始めたぐらいで、うん、それまでメメントを正直ちょっと知らなくてですね、うんうん、ちょこういった機会にいろいろモデラーではないので、はい、調べてみたところ、あ、すごい使えるソフトだなと思ったんで、うん、はい、なんで今やってる案件ではそれ使って、あ、もう使い始めてる、はい、やってますね、はい。ああいったそれだといいですよね。そうですね、ブレが出たりとかしてもさほど気にならないでしょうしね。そうですね、結局やっぱりリトポできる OBJ とかで書き出したりとかできるので、うん、あと修正して、そうですね、リトポとかできるのがすごい利点かなと、はい、はい、思ってます、はい。で、先ほど言ったように OBJ で書き出しすることができるので、はい、はい、ちょっとテクスチャー外れちゃってる。まあとりあえず行きましょう。はい、はい、まあ、こういった感じですね。紐等ですね、作ることができます。これも自分で手で組み合わせて。あ、そうですね、はい。先ほど見てもらった木の破片ですね。はいはい、木の破片とか。これちょっと広範囲なんですけど、うん、これ全部僕積んで撮影して 3D 化させたものです。で撮影した時にこの枝は積んでなかったってことですか。そうですね、いろんなとこから拾ってきて、うーん、まあ、こういう感じで、まあ、撮れば撮るだけ成功にできてくると思うんでいいかなと思いまして、はい、はい。で、これで、火元モデルを配置した状態が、この映像になります、はい、はい。で先ほどに比べて、すごいだいぶ説得力が出てきたんじゃないかなと、ね、まあ、もう見てわかるようにもうこの木から燃えてますよねっていうのがわかるんじゃないかなと思います、うん、はい。でもですねちょっとおかしいところがあって、はい、まあ、照り返しがないじゃない、あ、ごめんなさい、火の粉か、ここからですね火が燃えてるので普通パチ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 と、そうですね、パチ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 と火の粉が出てないとおかしいので、はい、ちょっと火の粉作りをしようかなと思います。で、まあ、ここでのポイントは、先ほど説明したようになぜこのエフェクトが発生しているかを考えて説得力のある構成にしていこうということ で、うん、はい。で次に火の粉エフェクト作りですね、はい。でここでのポイントは、まあ、以前作ったものを生かしつつ、別の要素を作りどんどん持っていきましょうということです、はいはい。
で、まあ、先ほど、まあ、ステップ2かな、ステップ2であの火のエフェクトを作った時に、はい、まあ、ヒュームの、まあ、そのバウンディングボックスっていうそのものを作ったと思うんですけど、はい、これを流用します。で、ですね、火の粉もヒュームで作るってことですか。火の粉もそうですね、ヒュームで作ります。はい、ステップ2で作った火 の, あのバウンディングボックスですね、これを FX のバウンディングですね。そうですね、はい、を、コントロール V で、複製します。コピーでいいです。はい、はい、でマイナスで非表示とかと。そうですね、はい、はい、でちょっとレイヤー あらかじめ作っておいたんでそこにちょっと入れておきます。でまあ、なんでその複製したかっていうと、その前回 の, その数値とかが活かせてるんですよね、うん、その例えばそのここのサンプル、あ、シンプルソースか、シンプルソースの設定とか、はい、コリジョンの設定とか活かせてるので、あの、まあ、いちいちやり直すのめんどくさいし。そうですね、ただですね、ちょっと気をつけないといけないのが、この複製した時にちょっと、ここのチャンネルのですね、ベロシティが外れてる現象があるので、はい、これはちょっと入れてあげてください。で、じゃあなんでじゃあ火の粉を作るにあたってこうヒュームがいるかということはとですね、いや普通パーツでちょっとやっちゃいそうな感じしますけどね。あ、はい、でちょっとここはですね、ちょっと、まあ、クオリティの高い火の粉を作ろうと思って、でこのクローンした、ヒュームのスペーシングの値が今はちょっと 0.3 という結構細かい数字になっているので、うん、ここちょっと、まあ、すごい粗めに 1.5 とか2ぐらい、そうですね、今10メガぐらいな感じで、はい、はい、きます。なおかつ、今回は、火の、あのシミュレーションフュエルのところのチェックを外します。火を起こさない、はい、火を起こさないです。で、ちょっと適当にいいですか。これで、シミュレーションかけていきます。何も見えない。そうです。特に何も見えてないです。そのあそこ火を消しちゃったんですよね。はい。うん、シミュレーション終わりました。まだ終わってないですかね。あ、終わりました。今何をやってるんですか。今ですね、ごめんなさい、シンプルソース の, あの煙の設定をちょっと切ってたみたいで、はい、ちょっとそれをオンにしてます。今ちょっとですね、分かりづらいと思うんですけど、煙が出てます。はい、煙は、前回設定したす、動きにですね、沿って、うんうん、出てきてます。はい、でスペーシングも軽めに設定してるので、うん、計算もすぐ終わるかなと思います。はい、はい、ちょっとこれぐらいで止めておきます。これは煙を作ってる。今煙作ってます。はい、火の粉ではなくて今煙。煙です。はい、で、まあ、ここでミソなのが、この煙作るときに、このですね、ああ、しまった、外れた。ごめんなさい。ここのですね、ちょっと僕もちょっと やらかしちゃったんですけど、この、チャンネルのところでベロシー入れてください。うん、ここちょっと入れないとちょっとダメなんで。
それフィルムのバグってことですか。バグじゃないのかな。そういう仕様なんですかね。でもシミュレーションができるまでしばらく待ちます。はい、じゃあ計算がひとしきり終わりました。もうちょいですかね。もうちょいですね、はい。あと本当5秒10秒ぐらい。5秒10秒ぐらいで、はい、じゃあ、はい、終わりました。終わりました。で、まあ一回ちょっとヒューマン置いといて、はい、このですね、作成パラメーターから、パーティクルシステムを選びます、はい、でパーティクルシステムの中から、ビーフソースですね、これを選ん、あ、そうか、表示になってる、まあ、よくあるんですけど作ろうとしてるところのレイヤーがアクティブではないと、そういうふうにちょっとメッセージが出るので、今ちょっとスパークを作ろうとしているホルダーが、はい、まあ、レイヤーがあるのでこれをアクティブにしてから、はい、PF ソフトを作ってください、はい、こう作ります。で、作ってから、修正の方で、パーティクルビューを出します。はい、右に認知されました。で、そうですね、この中で、発生は、まあ、火の粉をちょっと発生させるんですけど、はい、発生は、じゃあちょっとゼロフレームを発生開始として、で、発生終了で、最後のじゃあですね、298フレームを入力します。はい。で、まあ、冷凍をしまして、まあ、冷凍を押すとここに合計があって何個、はい、パーティクルが発生するかが分かるので、はい、まあ、これだとトータルで、まあ、746個、はい、まあ、ちょっと一回様子見でこれでやっていきます、はい、で、次に発生ポイントとしてどこから発生するか。どこしようかな。うん、どこでもいいんですけどね。なんか例えば、じゃあそこの配置した木にしましょうか。そうですね。はい。ですね、パーティクルビューから1オブジェクトを選びまして、上に上書きですね。はい。位置に上書きします。で、この木のオブジェクトを選択します。はい、はい、で速度はちょっと必要ないので、うん、捨てちゃう、はい、捨てちゃいますね。ちょっとオフ、ちょっとで回転もちょっととりあえずオフにしておきます。でシェイプは、ちょっととりあえずいいかな、ちょっとオフっときます。はい、でティックの色をちょっと分かりやすいように色で、まあこれ今、まあ、動いてないですよね、うん、それはまあ動きのイベント全部切ってるんで、すいません、ちょっとリクエストしていいですか。あ、はい、多分青って一番見にづらいかもしれないんで黄色ぐらいがいいかなと思うんですけどそうですね、すいません、いや全然全然そんな、はい、そんな感じの色がいいかな、ね、あ、全然見やすいです、はい、全然動いてないと、うん、で、まあ、先ほどヒュームでなんで煙を計算したかっていうと、はい、煙の動きをですね、このパーティクルの動きにこう移植することができるんですよ、うんうん、で、このヒューム の, このゲージですね、この、バンディングボックスのまあ、チャンネルで、まあ、僕ちょっと付け加えるのを忘れてたんですけど、このエクスポートチャンネルっていうところにこうベロシティが入ってる状態、はい、で計算をかけてあげると、ここの、まあ、ヒューム FX をインストールするとこのパーティクルフローのイベントに
の中に、ヒューメンフェックスフォローっていうイベントが入ってまして、どうだあった、はい、ヒューメンフェックスフォローっていうイベントが入ってフォローですね、はい、フォローが入ってまして、これをちょっと入れます。はい、で、これ入れるとこの横 右にですね、この何のこのヒュームのそのバンディングボックスを選択するかっていう項目が出てくるので、先ほど計算したあのバンディングボックスを選びます。はい、はい、でそうするとなるほどね、このですね、まあ、ここ黒く映ってるのが煙ですね、うん、で、その煙の動きにベクトルの、そうですね、ベロシティですね、ベロシティか、はい、ベロシティに沿うようにパーティクルが動くと、動くと、素晴らしい。なのでなんかシミュレーション特有の巻き込む表現っていうのが、はいはい、この方法を使うことによって再現できるっていう感じになります。ボリュームで計算したものの動きにパーティクルを従事させる、ね、そうですね、はい、結構この方法よく仕事でも用いてて、うん、すごい手軽にリアルな動きとか作れるので、そうですよね、はい、なんかビルが爆発するとかね、あ、そうですね、破片が飛び散って困っていくとかっていうのは、そうですね、あと、そうですよね、そうですね、はい、あとそのヒノコ以外にも例えば泡とかも作れるんですよね、うん、同じ方法で泡をその例えば今この粒表示なんであれなんですけど、はい、今その切った、シェープイベントをオンにすると、表示をジオメトリにしないとダメ、あ、そうか、そうですね、こういう感じで、ちょっと今立方体なので極端にやってますけどね、極端にやってますけど、まあ、これが例えば泡みたいなオブジェクトだったら、うん、まあ、下から上にこう登っていくような、バブルモーションみたいなものを、そうですね、バブル、はい、作ることができますんで、はい、使ってみてはどうかなと思います、うん、はい、で、作ったキノコを合成したものがこういう感じになります、ね、うん、で、はい、実際煙自体をこうなんか合成で使うとかってわけじゃなくて、あ、そうですね、実際のベクトルフィールド欲しいから煙だけでまず計算させてって、そうですね、はい、で結構ヒノコって結構美味しい要素っちゃ美味しい要素なんですよね、うん、結構顔これ結構分かりやすく強調して出してるんですけど、カメラ前に来ると結構かっこよかったりするじゃないですか、うん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 、でそれで、まあ、なんだろう、ボケとかそれでこう出たりとかすると、はい、より魅力的に見えると思いますし、賑、うん、やかしになるかなと思ってるんで、はい、個人的にはすごい、火を使ったら火の粉も作るとか、爆発作ったら火の粉も作るとかっていうふうにはしてます、うんうんうん、はい、はい、ではちょっとステップ4終わりということで、はい、で先ほど見ていただいた映像だとちょっとまあ火なんでまあエネルギーを持ってるもんじゃないですか、火って、そういうものって大概他のものを照らす力ってあるんですよね、ビームとか、そうですね、ビームとか、その雷とか、はい、まあ、火とか、なのでちょっと照り返し素材作っていこうかなと思います、うん、これ無視して、はい、今これライトを置いてない状態なんですけど、はい、これにライトを置いていきますで、ただ単にここのですね、まあ、だいたい 火が燃えてるところら辺にライトを置いていけばいいんですけど、はい、ただ置くだけだとなんかどうしてもこう、まあ、しょぼい感じの照り返しになっちゃうので、うん、まあ、火って揺らめいてるじゃないですか、はいはい、なんでその揺らめきをちょっと再現していこうかなと思います、うん、でまずですね、じゃあ漢字のライトをじゃあ作って、ライトは作成タブの中のライトを選択して、オムニライトを
もう標準ライト、フォトメトリックじゃない方ですね。あ、そうですね。昔からある。そうですね。はい。ましたと、はい、オムニライト作りましたと。で、それとは別に、同じく作成タブのヘルパーから、ポイントを作ります。で、このライトを選択してこのポイントに対して、位置合わせ、こうですね、はい、これをクリックして同じ位置、これチェックしたものに対して有効なので、全部この位置合わせたい場合は全部チェックします。その軸に対してチェックを入れるとかですね、はい、X 軸 Y 軸 Z 軸、はいはい、今これで同じ位置にいるので、はい、います、はいはい、でかつ、ちょっとこれボックスに処理してから、かつこのライトに対してこのここに左上にある選択してリンクをクリックして、うん、リンクさせてあげます。ポイントオブジェクトの子供にするってことですね。そうですね。なので、はい、これの親がこのヘルパーになるので、はい、これを、動かすと追従するってことですね。追従します、はい、で結構、まあ、こういうトピックスに関わらず何かそのものを動かす場合はヘルパーとかをその中に入れてあげると、うん、すごい他の人が使う際にも分かりやすいので、うんうん、結構これはよくやる手法かなと思います。でこれを大体火のこの辺かな、まあ、火の合間に、まあ、火が出てるであろうようなところにこう置きますと。影はまあ普通にシャドウマップで大丈夫かなと思います。今置いてます、はい、でまあこのライトとしてはすごいいい表現かなと思います、うん、ただこれは揺らめいてない、だからずっとこの場所にいる状態なので、うんうん、はい、ずっと同じライティングなんですよね。なのでちょっと良くないってことで、この先ほど作ったヘルパーを選択して、選択した状態で、このモーションタブに移ります、はい、でモーションタブに移って、このコントローラー割り当てを開くと、まあ、いろいろその位置とか回転スケールに関してのこう制御がこう分かるんですけど、今これ XYZ 位置になってます、はい、なのでこれギズモを動かすと動くんですね、うん、でここの位置 XYZ 位置っていうのをアクティブ選択した状態で、このコントローラー割り当てをクリックすると、はい、いろいろオプションが選べます、はい、でここの中から、何を探してます、ですね、2つできます。 1リストはい、ごめんなさい、1リストを選択します、はいはい、1リストを選択するとここの中にその入れ子状態になって先ほどあった XYZ 位置っていうのがこの1リストの中に入ります、はい、ネスト化してるってことですね。そうですね、はいはい、でその下に、使用可能が、また入ってます、うん、で、この使用可能をクリックした状態で再び、コントローラー割り当てで今度は、ノイズ位置を、はいクリックします、はい、そうするとこの1リストの下 その使用可能っていうふうになったところに、ノイズ位置っていうのが、はい加わって、ノイズコントローラーっていうそのウィンドウが出ています、はい、これタイムスライダーをスクラブするとこうペカポッとこう動いてると思うんですけど、これはノイズのこの波形に沿って動いてます。で、ちょっと分かりづらいかな。
これすごい値で動いてるんですよね、うん、あのこの横の強度を見ると50で動いてるんで、はい、50センチだと思うんですけど、それぐらいの強度で動いてるので、ここをまずちょっと下げます。3ぐらいにすると、まあ、こういう感じでピクピクします、はい、でもこのピク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 ってちょっとおかしいので、ちょっとこう炎っぽい感じで揺らめきを持たせるために、はい、この周期ですね、はい、ここをこう調節していきます。滑らかに動く、はい、でここの、ここの下にプロパティグラフっていうのがあると思うんですけど、はい、ここの波形に沿って動いていくので、うん、この周期をこう高めると波形がどんどんこう激しくなってきますよね、はい、なんでビガビガっていう感じで激しく動きます、はい、逆に周期を下げるとこう滑らかになりますので、まあ、タイムスライダーを動かしてもこういうゆったりとした動き、はい、になります。これも感覚ですかね。感覚じゃないですかね、これは。感覚ですね。なので日頃からよく火を見ると、そうですね、日頃からなかなか見る機会はないと思いますけど、まあ、YouTube とかで、はいはい、見てもらえればいいかなと思います。火事があったらまず見に行けあんまよくないいのかどうか分かんないけど、はい。で、まあ、これを1個作ったら、まあ、単純にその今のそうですよね、はい、ものを複製、それでリストをコントローラーにしてるって。あ、そうですね、はい、あとで位置を変えられるよ。あ、そうですね、ごめんなさい、ちょっと説明抜けてましたけど、うん、まあ、ね、はい、これでノイズだけだと動かないですもんね。そうですね、このノイズコントローラーだけだと動かないので、うん、まあ、これでその XYZ をアクティブにしていけば、アクティブにして移動させてあげる、まあ、これも対応しつつ、うん、ノイズの動きも対応しているので、これライトは減衰とかつけないんですか。あ、ライトは減衰は、まあ、場合によってつけたりとかですね、本当その、うん、なんだろう、本当は多分逆2乗とかした方がいいとは思うんですけど、うんうん、まあ、それもなんか最終的にどう見えるかっていうのを意識しながら、なんかコンポジットで処理すればいいかなとか、ね、そうですね、うん、まあ、それも感覚なのかなっていう感じはします。はい、はい、で、の要素を加えたのが、はい、これですね。だいぶ馴染んできましたね。はい、でもちろん影も入っているので、まあ、ゆらゆらっとしたもの表現ができてるかなと、うん、火の粉も入ってだいぶ焚き火っぽい感じになっちゃう、ね、なったんじゃないかなと。はい、はい、でここで普通だったら終わろうかなと思うんですけど、うん、まあ、よく見ると、まあ、この辺とか、うん、あとその全体的にその馴染んでないんですよね、うん、色とか、うんうん、あとそのレイアウトもなんかちょっとこう、まあ、単純に置いただけ、はい、っていうことなので、うん、あ、ごめんなさい、繰り返しの素材作りとしてはエフェクトが及ぼす影響を考えてみよう。光物系だと照り返し素材が必要、まあ、さっき言ったみたいにビームとか雷とか、うん、そういったものは照り返し素材が絶対いると思うの で、ね、考えないといけないかと思います。はい、じゃあ、最後のステップ6として最後の詰めってことで、はい、まあ、この辺コラムだとですね、その辺端折って解説してしまったので、うん、今回はちょっと細かく説明していこうかなと思います、はい、でここでのポイントは、まあ、よりリアル感を出すために何ができるか考えよう、はいはい、今までのステップの中でもう基本的にはもうできてるんですけど、まあ、レイアウトとかを見直して、まあ、より魅力的なものを作れるかどうかっていうのを考えたりして制作しました、はい、まあ、これ今までの流れなんですけど、そうですね、うん、まあ、これにですね、地面馴染んでなかったんで、はい、まあ、地面をですね作ってます。これは単純に地面のテクスチャーをタイリングしたものを用意して、うん、
プレーに貼って、まああのまあ、こうちょっと見えるかどうかわかんないですけど、ちょっとデコボコさせて、デコボコ凹凸をつけてなじませるようにしてます。でそれ以外にも、他にあのメメントを使ってあの 3D 化させたオブジェクトがあるので、うんうん、そういうのも配置して、そういうのも配置してですね、こう手前にこういう木とか置くと結構、まあ、いい感じになるかなと思って、はい、なってるので、まあ、それで置いて、で一回これでレイアウト終了ってことでレンダリングしてました。はい、この辺の作業やるときのレンダラーってのもスキャンラインですか？この辺は、当初 V レイ使ってたんですけど、まあ、スキャンラインの方がちょっと早、まあ、早いっていうのは早いんですけど、うん、そうですね、基本的に全部写真からテクスチャー作ってるんで、はい、多分 GI の必要性があんまりない。そうですね、この場合は特にそのそういったものがあったりとかしたんで、あと自己証明とかちょっと軽く入れてるんですよ。なのでそこでちょっと柔軟に対応できるのが通常のスキャンラインだとその辺に対応してたんで、はい、ちなみに今回出た新しい2017手バージョンのスキャンラインがマルチスレッド対応になってますよ。あ、そうなんですか。それはぜひ、はい、実はめちゃくちゃ速くなってるんで、だって普通スキャンライン速いと思うんですけど、シャドーマップの計算とかあの辺が全然速くなって、あ、そうなんですか、よしやった試してみてください。 ありがとうございます、はい、でレイアウトとしてはこれで終了になってまして、はい、でレンダリングする素材は3つ出してます。あ、3つじゃない、4つか、このレンダリングの中井ですね、うん、はい、中井とあとそのレンダーエレメントとして速度チャンネルですね、はい、とあとそのデプス Z、はい、デプスですね、あと火の粉 のベロシティ速度ですね、はい、速度チャンネル出してます。フィウムの炎ってのは別で計算しちゃっておくってことですかね。フィウムの炎は別に計算、ね、背景のなしで、はい、それだけを、はい、そうですね、ステージで出しておいて、そうですね、はい、その時はスキャンラインなのでマット処理してるマテリアルで、ガルファ付きのステージで出す、はい、出してます、はい、ですいません、ちょっとコンポジットに入るんですけど、アフターエフェクトに入るということですかね、下地の出した素材は先ほど説明したものなんですけど、40ぐらい、はい、はい、ですね、人が、あ、で火は調節用にエレメントの要素として火と煙、ちょっと見えづらいんですけど、はいはい、見えます、を別要素として出してます。うん、で一番下のレイヤーに、背景プレート、実写プレート、うん、はい、でその上にベースですね、はいはい、でその上に、あ、被写界深度、先ほどマックスで出した時に背景 の、うん、デプス素材を出したので、それをデプスオブフィールドで後ろがボケるように設定してます、はい、でその上に、火のベースを置いて、でまたそのまた火を置いて、でなんで2回置いてるかっていうと、うん、まあ、個別に調節したいっていうのがあったのと、これ同じフッテージですか？そうですね、同じフッテージですね。ただいろいろ露出とかエフェクトで入れたりとかしてるんで、はい、結構その辺カラコレかけてあるものと出てないものみたいな感じで、はい、そうです、はい、であとその煙と火を別々に分けたので、うん、まあ、その辺も考えてですね、この火
火入れてその間に煙を入れてでまた火を乗っける、また火を乗っけます。こうすることによってこうするとなんかくすんでる火に見えるんですけど、うんうん、こうするとこう、まあ、鋭い感じの火。そうですね。でまあ僕の場合は火に対してこうシャープとかかけてますね、うん、まあ、ちょっとこれだと眠たい印象なんで、まあ、こういう風にシャープ結構100、そうですね、150とか結構すごい値ですけど、うん、はい、やってますと。でその上に、まあ、色なじませよう平面っていうことでこういうちょっと見えづらいんですけどオレンジ色の薄い平面を置きます、はい、ちょっとブルームっていうかグローっぽいようなイメージ出したい、ね、はい、でこれがあるのとないとだいぶなんか馴染み方がちょっと変わってくるんですよ ね。火って結構 レンズにちょっと影響を及ぼしてくると思うんで、うんうんうん、でそれと同時に、まあ、周り、まあ、ちょっと色を馴染ませようでこの緑色の平面を置いたりとか、あとその周りがちょっと暗くないとビネットっていうんですかね、うん、はい、っていう効果をです、ね、出すために周辺健康とか、はい、入れてますね。この辺も全部標準機能、この辺全部、はい、あ、ごめんなさい、デプスオブフィールドはプラグイン、標準機能じゃなくてプラグインのものを使ってるですね、はい、うん、これ何を使ってるんですか。これはレンズケアさんの、レンズケアさんのデプスオブフィールドを使ってます。はい、はい、標準でもありますよね、でもね、デプスオブフィールド、あ、ありましたね。馴染みが違うと感じですかね。そうですね、僕はこっちの方があの制御すごいやりやすいなと思ってるんで、うん、こっち使ってます、はいはい、でその上にリールスマートモーションブラー、うん、ベクターチャンネルで、はい、ブラをモーションブラーって言ったやつですね。そうですね、まあ、だいぶこれであのなんですかね、この火っぽさっていうか、まあ、動いてるぞっていう。ヒューム炎に対してもベクターチャンネルを出せるんですかね。ヒューム炎に対しても出せます。出せる、はい、まあ、今回はあのそのいう手法じゃなくてあの普通のリールスマートモーションブラーのプロ、はい、まあ、他にベクターっていうのもあると思うんですけど、うんうん、そちらではなくてプロを使ってやってます。あと同時に、ディスプレイスメントマップ、うんの、エフェクトを適用してあの煙ですね、はい、煙 の、 その動きを用いて歪ましてます、はい、あの空気あの火ってそのもやもやってするじゃないですか。それも結構リアルな影炉か、影炉みたいな、影炉みたいな感じになるようにしてます、うん、で、その上に、火の粉を足して、うん、でその上に、オプティカルフレアですね、うん、まあ、火なので、まあ、ちょっとレンズに影響するってことでオプティカルフレアを、これもちょっとほんとちょっとなんですけど、うん、見えづらいかな、うん、まああのこうちょっとたまたま見えづらいフレームなんであれなんですけど、この辺が結構効いてきたりとかしますね、うん、エフェクトとかだと。で最後にまああのちょっと見た感じかっこいいかなと思って黒いバーを入れて、うん、はい、でこれで梱包は終わりっていう感じです。大体使うこういう炎とかあの燃焼系のものを使うときは今使ったプラグインみたいなのは大体使うみたいな。大体使いますね、もう全部使うと思います、はい、フラッシュバックさんありがとうございました。ありがとうございます。で仕上げと、そうですね、はい、でそれで完成映像がこれです。うん、やっぱあれですよね、最初 の、 あのマッチムーバーで撮る時のスケールが大事だよっていうのはやっぱその炎の巻き込み方のスピードとか、ね、はい、その辺に全部影響してくるので、そこを間違えちゃうと
そうですね、根本的になんかおかしい感じの、ね、はい、マッチ棒のついてる炎みたいになっちゃってもしょうがないですもんね。そうですね、ある程度スケールがないと。そうですね、うん、かものすごいもうスケールのでかい火になっちゃうと思うんで。あ、なるほどね、はい、っていう感じに、はい、なります。以上で。以上で、はい、はい、どうでしょう、こういうエフェクト系のまあいろいろプラグインとかそのツールの威力っていうのもあると思うんですけど、はい、やっぱ一番大事なのでどういったポイントが大事だと思われてますか。観察。観察ですね、やっぱりあの、うん、僕自身結構リアルなエフェクトを作ることが結構多いので、うん、まあその、まあ、探せばいろいろあると思うんですよ、うん、エフェクトを使った映像とか、うん、まあ、実際のものとか、うん、あると思うので、それをいかにも自分でこう見て、まあ、作った CG で作ったそのエフェクトの素材を見たりとか、はい、実際実物を見てみたりとか、 そうですね、まあ、その違いを肌で感じるとかっていうのはすごく大事かな。そうですね、っていうのを繰り返していけばいいんじゃないかなと思います、うん、あとはもうやるだけっていう。今回ちょっと実写系の炎の、まあ、エフェクスだったんですけど、結構例えばカトゥーン調のものとかそういったものをやることも多いですね。はもう最近はないですね、うん、もうリアルなエフェクトばっかり、リアル系が、はい、やってます。わかりました。コラムはまだ書き続けるんですよね。そうですね、いろいろコラム今書いてる爆発を、はい、まあ、続けてちょっとやっていこうかなと思ってるんで、楽しみにしてます、はいはい、ありがとうございます。今日もありがとうございました。 ありがとうございました。はい、はい、貴重なお話本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。いやどうでした。いや緊張しました緊張しますよね。もう何いやもうカメラある時点でも結構緊張すると思いますし、うん、多分小野さん初めてですよね。初めてなんです。人前でこう、うん、でオペレーションしながら喋るって多分すごい大変なので。そう、うん、そうなんですよ、自分が喋ってることとやってることっていうのが矛盾しているような感じがしてリンクしてこないみたいな。リンクしてこないって、あ、どっち喋っていいんだ、どっちをやっていいんだみたいな感じになって。いや本当ありがとうございます、うん、いやそれでもね、うん、まあ、分かりやすかった。本当に丁寧にやっていただいたんで、はい、ありがとうございます。でなおかつコラムでね、うん、触れてない部分、うんうんうん、まあ、最後の爪なんかも多分そうなのかもしれないですけど。そうですね、そこが意外とね、アフターでこうバーッとやる部分も結構あるんだなと思って、うんうん、そうですね、結局なんかいろんな素材って、うん、まあ、出していくのは、はい、まあ、変わりはしないんですけど、それをどうコンポで扱うかによって結構いろいろ変わってくるかなと思うんで、うんうん、今回のウェビナーでその辺が細かく伝えられてよかったかなと、うん、はい、思ってます。ほんとちょっとのやつしか使わないとかね、うん、プラグインでもね。そうですね、でもああいうなんか地道、ね、地道って言ったらあれなんだけどね、味付け加減、そうですね、やっぱすごいあれエフェクトならではなのかね、ああいうのって。それがやっぱり最後にリアルに見えてくるっていう、そうですね、面白いなと思いましたよ、まあ、ぜひ ね今日見ていただいて、そうですね、はい、やっぱコラムで、うん、やっぱこうさらって読んでいくと多分ね数分で読めてしまうような、うんうん、感じだと思うんですけど、うん、ここまで深くいろいろやってるんだみたいなのが今回伝わったかなと思うんですよ ね。いや僕も全部伝えきれているかどうかちょっと分かんないんですけど、また次回もやっていただければいい話なんで、はい、ね、ね、次回はっていう感じですけど、まあコラム自体も、はい、次のやつが爆発でまたそうです、ね、今途中でね、はい、前編みたいな形でそうですねやつがあるんで、はい、まあ、後編もちょっと楽しみにしてますし、はいはい、まあ、それ以外、まあ、もしくはエフェクトで続けていただけるんであればなんか破壊とかね、あ、まあ、そういうの結構需要すごい高いんで、そうですね、なんかそういうのでね、うん、やっていただけると面白いなと。そうですね、あと他になんかいろいろこうコラボできることがあればちょっとやりたいなと思います、うんうんうん、ぜひぜひ引き続き、はい、なんか最後になんかお知らせが、あ、そうです、あ、ね、忘れてました。じゃあ、最後に、はい、伝えたいことがありまして、はい、ですね、最後にですねちょっとじゃお知らせということで、うん、エフェクター募集してます。なるほど、はい、で、まあ、今回ですねウェブナーで解説したトピックスの他にいろいろなソフトウェア技法を使って案件やってます、はい、もうさっき紹介したプラグインとか、うん、もういっぱいバリバリ使ってます。で弊社にはですねそういうエフェクターの方が、まあ、スムーズに作業できるようにですね、なんと、まあ、シミュレーション専用マシンを用意してます。なんで僕はもうテストでこうやって、はい、で高度なんだろう、そのクオリティをもっとアップした計算はそのシミュレーションマシンで計算して
別作業っていう感じ、レンダリングサーバーと別ってことですよね、まあ、別ってことですね、さっきねちょっとあのソートやってた時にお話しされてたようなレンダシミュレーションの、そうですね、計算用のマシンもあって、そうですね、結局トライアンドエラーがすごい大事なので、はいはい、そうですよね、そういうのをスムーズにやってもらうために用意してます、うんうん、はい、だ環境はあるぞと、はい、そうですね、まあ、ぶっちゃけできていただければ環境はもういくらでも揃ってますと、はい、次に次に、はい、ドン、豊富なプラグインと、大規模レンダーサーバーを完備いいっすね、先ほど今回はねこのデモ用にあの、はい、フラッシュバックさんから書いたりとかオークさんから書いたんですけど、うん、はい、まあ、そういうのがもうすでにあるってことですね、あのそうですね、弊社でも結構その、うん、まあ、ボーンさんとかフラッシュバックさんとかとも結構、はい、あの関係もあったりとかするので、うんうん、まあ、あのプラグインを使って、うんうん、まあ、いろいろあの、まあ、手軽にするとあれですけど、まあ、魅力的なものを、うんうん、あの作れるようにしてます、うんうん、はい、でレンダーサーバー、はい、レンダーサーバーも結構そうですね、バコッと入ってる感じなんですか、まあ、バコッと僕も現物はちょっとなかなか見れないんですけどまあなかなか結構回すものもいっぱい揃ってるじゃないですか、そうですね、っていうのがあるので、うん、あの今それであのどんどん回してる感じです、はいはい、なるほど、はい、さらにさらに、はい、ドンあるってことだよね、これはい、ドン、なんとあのフリードリンクコーナーを買って一番重要ですね、あの不動産不動産物件みたいな紹介みたいな感じになるんですけど、リラックスしてね、はい、リラックスしながら緊張を作ってリラックスして作ってみたいな、まあ、休憩、まあ、そこの、まあ、喫煙室もあるんで、はい、でそこでこうジュースが無料に出てくるので、まあ、スムーズにできるかなと思ってます、はい、はい、で、まあ、こんな方求めてますということで、うん、まあ、先ほどやった、まあ、リアルなエフェクト作りに興味がある方、はい、はい、まあ、ヒューメンエフェクスとか、リアルフローなど、うん、まあ、シミュレーションエフェクトが作れる方、興味ある方、うん、でその他にですね、まあ、シンキングパーティクルや、まあ、ニュークなどの、まあ、ノードベースの、はいはい、まあ、あのソフトウェアもありますので、うん、まあ、それにですね興味がある方をちょっとどしどし求めてまして、うん、でもしですね、興味がある方はご連絡お待ちしてます。で詳しくは、弊社ホームページのリクルートにある、サポートスタッフ申し込みフォーム、うん、または、問い合わせフォームからアクセスしてください、はい、まあ、DML さんのホームページのリクルート情報を押していただければ、はいはい、申し込みますよと。そうですね、はい、エフェクターやりたいと、うん、いう感じなんで、はい、ぜひ、やりたいなという方がいれば連絡ください、ぜひ、はい、はい、ぜひ、はい、今日は本当にありがとうございましたと、はい、ウェビナーもそろそろ終了ということで、はい、本当に今回は本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、まあ、今後ともですね、まあ、コラボも含めてですね、はい、そうですね、またいろいろ、まあ、どうしよう、引き続き、はい、よろしくお願いします、やっていこうと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました、またお会いいたしましょう、それではさようなら。